はいどうも、ウォット、ハザードタイタン、ここが大事番だ。ハロー、YouTube、ハローじゃないですけどね。はい、YouTube どうもどうもどうも。黒いゲイ系パッキーラジオです。はい。ですね、今日はちょっとね、夢がある話をしようかなと思います。はい。なんか、あれですね、最近、っていうかまあ、ちょっと前に多分上げた動画なのかな？最近上げた動画なのかな？確か。ちょっと待ってくださいね。多分ね、3日前ですね。はい。3日前に、リョッカルマさんと、若月千夏さんが、コラボ動画を、上げたんですよ。なんかその、男女の飲み方の違いを語り合うみたいな、その動画を上げてて、ちょっとその中身まではまだ見てないんですけど、まあ、ね、ちょっとその実現っていうのはどれだけすごいことなのかっていうか、まあ、すごいことっていうか、なんか、夢があるなっていうふうに思いましたね、マジで。なんかラップ活動を本気で頑張ってれば、こういう自分の好きなジャンルの人たちと会えるんだなっていうのが、まあすごい本当に分かった動画っていうか、うん、だからまあ、まあ、リョッカルマさんはね、多分まあ、俺の番組とか見てる人は多分大体は知ってると思うんですけど、まあもともとその、愛知のね、UMB、UMB の愛知予選の、代表として何度かね、全国大会にも出てたりとか、KOK とか、ね、スポットライトとか、あと、アドレナリンとか、凱旋とか、戦国とか、まあ、数あるね、MC バトルの大会で、まあ、一番多分 MC バトルの大会で優勝してるラッパーじゃないですかね。で、まあ、もちろん MC バトルって言えば、ね、口喧嘩が強いとか、口論が強いみたいな、ね、ところで、やっぱ取り沙汰って日本語はちょっとおかしいな。まあ MC バトルが強いってなると、やっぱりこう、口論がね、やっぱ強いっていう認識にはなると思うんですよ。それで、まあ、ひろゆきさんがやっている、その、論争バトルみたいな、なんだろうな、番組、なんていう番組かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ論争の番組のモンスター側っていうか、その、まあひろゆきさんが挑戦者を迎え撃つみたいな感じの立場だったのが、まあ、呂布カルマさんも、要はその、迎え撃つ側になってみたいな。まあ、ひろゆきさんとの論争がきっかけで結構ピックアップされて、アベマでもよく使われるようになって、まあ、それでね、結構そのメディアへの露出とかも増えたりとか、まあ、その前にはね、フリースタイルダンジョンっていう番組があって、それのモンスターだった呂布カルマさんが、まあ、もう世間的にもね、やっぱりすごいラッパーとして、すごい認知度が上がって、まあ、MC バトルだけでね、名前を広げるって言えば、まあ、R指定とかもそうですけど、まあ、呂布さんも、やっぱりその中の一人なのかなっていうふうにまあ思いますね。で、やっぱりそのバトル、MC バトルってやっぱすごい今のそのヒップホップの中でも、まあ音源で有名になる人たちと、まあバトルで有名になる人たちの、まあ二極化だと思うんですよね。で、まあもちろんバトルが強くて有名になって、で、ラッパーとして飯を食えてる人間もいれば、やっぱりアーティストとして曲がかっこよくて、ライブがかっこよくて、まあ呼ばれるなんていう人もいっぱいいるし、まあ、結局何が言いたいかっていうと、ラッパーで有名になれば、自分の好きなジャンルの人たちとこうやって対談をすることができるっていうのが、まあすごいなんか夢があるなっていうふうに思ったんですよ。で、若月千夏さんっていうのはどういう人かっていうと、多分最近だと結構バラエティメインで、まあ出たりとか、YouTube のその番組メインで出てるんですけど、もともとどこでデビューしてるかっていうと、若月千夏さんは、もともとグラビアアイドルなんですよ。で、まあグラビアアイドルって言えば多分わかると思うんですけど、呂布さんは大のグラビアアイドルファンなんですよ。まあ、グラドルだったりとか、グラビアモデル、グラビアアイドルって言われるような人たちを、もうなんかこう、ツイートしたりとか、まあ、その水着写真を結構ツイートしたりとかするぐらい、そのグラビアアイドル、グラビアモデルのことをすごい推してる人なんですよね。まあ、僕で言うと NBA みたいなもんですよね、簡単に言えば。ね、バスケは好きで、まあ、B リーグ、NBA 好きで、よく見に行ってって僕はするんですけど、要はその自分が音楽っていうところ以外に好きなもの、って言ったら、まあ、バスケ。呂布さんは、グラビアアイドル、グラビアモデル。だから結局何が言いたいかっていうと、そこの、まあ、言ってしまえば頂点にいたような人が、若月千夏さんなわけですよ。だからレジェンドですよね。ヒップホップで言うところの、例えば、ジブラさんみたいな感じの立ち位置にいた人。まあ、バスケットボールで言うのは、田臥勇太さんみたいな立ち位置にいるような人なわけですよ。若月千夏さんっていうのは。で、確か俺と同じぐらいの年かな。だから30代、もう今中盤だと思うんですけど、まあ僕ら世代の結構その、まあグラビアアイドルっていうかまあ、僕ら世代の中では結構人気のそのタレントだったんで、
だからまあすごいなんか夢があるなって。多分まあ緑さんは多分俺の2個か3個ぐらい上だと思うんですよ。3個か4個ぐらいかな上だと思うんで、まあ緑さんなんかも多分、まあ緑さんが全然そのラッパーとして売れる前に結構テレビで見たりとかしてたと思うんですよね、若槻千夏さんのこと。だから結局何が言いたいかっていうと、こうやって自分たちがまあやってるジャンルで有名になったりとか売れたりとかすると、こういうようなコラボレーションが実現することもできるっていうのは、まあ今そのラッパーとしてまあ活動してる人たちにとってはすごいなんかこう夢のある話なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。うん、だから結構割と批判とかもされたりとかしますよ。なんかそのヒップホップとかって言ってんのに、なんかメディアに出たりとか露出したりとかして、お前恥ずかしくないのかみたいな。まあでもなんかそれってなんか生きていく道が違うだけであって、例えばまあ燃えるゴミさんなんかはね、まあフリースタイルダンジョン出なかったりとかしたわけじゃ、出なかったわけじゃないですか。ね、いや自分はテレビとかそういうのは出ないよと。だけどまあそういう戦国だったりとか、その何KOK だったりとか、まあそういったところには出てたりとかしてるわけだし、他にもやっぱそのあえてメディアとかそういったところには出ないけど、まあ活動してる人もいっぱいいるし、ね、こだわりがあってみんな活動してると思うんですよね。まあバトル出ないで曲だけでやってる人だっているわけですから。でみんなその活動の仕方っていうのは各々やっぱ違うわけであって、まあ緑さんは緑さんのその活動の仕方で自分でやっぱこう成り上がってって、で今こういうね、やっぱ若槻千夏さんとこういうようなこのコラボレーションをするようなね、動画を出せるってことは、俺マジですごいことだと思うんですよね。だから、なんだろうな。まあ多分これから、そういう多分緑さんみたいな立ち位置に行くアーティストって誰かなって言った時に、まあちょっと音源の方はね、まあいきなり出てくるからあれなんですけど、まあ、ボンベロさんだったりとかね、それこそ、音源だったらね、そうだけど、まあその辺が結構バーンって出てくるんじゃないかなってこれからは。だけどまあ、まあバトルで言うのは誰だろうな。まあ UMB しか俺基本的に出てないから、うん、まあでも、まあ難しいっすよね。緑さん、まあ強いことが前提だから、強くてなおかつバラエティ志向っていうか、うん、まあ R、呂布に続いて、誰が出てくるのかなっていうところはまあちょっと楽しみっすよね。まあ、エスキラジョイントさんとかは、まあ、どっちかといえばトークめちゃくちゃうまいですけど、まあ、アンダーグラウンド思考じゃないですか。どっちかといえば考え方が。で、ってなると、内科 MC さんとか。まあ、なんか内科 MC さんなんか想像できますけどね。なんか、もともとあの人司会とかもやったりとかしてるし、まあ、話もめちゃくちゃうまいから、まあ、内科 MC さんが、例えば今度はなんか、その、緑さん的なスポット、立ち位置に行くんじゃないかなっていうのも、まあ、想像はできるし、まあ、でも、なんか、R指定は、まあ、どっちかといえば、その、クレバが3連覇をした、その直後っていうか、まあ、クレバが B-Boy Park 3連覇して、で、UMB 3連覇をしたのが R 指定じゃないですか。で、そっから、まあ、音源の方に、移行して、で、まあ、自分でこう、何、プロモーションしていって、まあ、うまくいった人だと思うんですよね。まあ、言ってしまえば、現役最強の MC バトラー。ただ、それを塗り替えるぐらいに、やっぱ優勝回数を重ねていった緑さん。だから何であれなんだろうなっていうのがちょっとわかんないですけどね。だから緑さんのタレント力を超えるためには、どんな実績を持たなきゃいけないのか。そうだなぁ。だから緑さんよりもやっぱ優勝しなきゃいけないですよね。大きい大会に。で、その可能性がありそうなのが、まあ、燃えるゴミさんなんですよね。今の勢い的に言うならば。あと、ドタマ、燃えるゴミ。まあ、ドタマさんかな。ドタマさんかな。まあ、ドタマさんが、まあ、いろんな大会とかでこれから優勝して、まあ、多分メディアとかにガンガン、ね、出てくる機会ってのは増えるのかな、っていうふうに、まあ、思いますね。はい。ね、ドタマさんは何が好きなのかな、普段。どんなものが好きなのか、ちょっと俺はわかんないけど。まあ、でもとにかくね、なんかそういう、なんだろうな、ヒップホップドリームの、そのあり方っていうか、まあ、お金を稼ぐとか、なんかその、有名になってお金を稼ぐとか、いい女を連れてとか、いい車乗ってとか、まあ確かにそれもすごいヒップホップドリームだと思うんですよ。だけど、なんか緑さんが若槻千夏の動画を見て、俺はなんか、それもヒップホップドリームだなと思っちゃったんですよね。見てて。で、俺もじゃあ例えば自分がね、今後、じゃあバトルで結構バンバン勝って、大きい大会にも呼ばれるようになって、じゃあ例えばその大きい大会で優勝して、ね、そんな実績がいろいろある中で、ね、例えば田臥勇太さんと、
コラボの動画を撮れるなんて言ったら、もう俺からしたらめちゃくちゃ嬉しいですもんね。うん。え、マジでって。田臥勇太と一緒に撮れんのって。もう緊張してガッチガチになっちゃうと思いますけどね。でもそれもヒップホップドリームだと思うんですよ。一つの。だから、まあ、いろんななんかヒップホップドリームのあり方があると思うから、だそういう意味で言うと、リョクさんは本当にすげえなと思いましたね。マジで。うん。まあね、こういうのをね、ちょっとモチベーションにね、僕も、まあ、リベンジ、UMB のリベンジがあるんで、12月のね、17日にね、はい、リベンジがあるんで、それに出るんで、まあ、バッチリね、ちょっとバッチバチね、プチかばしに行きたいなと、はい、思います。はい。まあ、そんなところですかね。はい。それでは、黒ひげのチャンネル終わりたいと思います。もしよろしければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。